い、こちら10番署捜査一課。え、過激派の銀河兄弟がお団子頭のパブダメ娘を人質にとってビルに立てこもってるですって。ボス、事件です。そうか、すぐに現場に行ってくれ、スケバン。スケバン、何ガン飛ばしてんだよ。それって私じゃないだろうね。そう、みんなを独特のあだ名で呼べって美奈子の伝言があるんだ。なんで私がスケバンなんだよ。え、私のどこがスケバンなんだよ、言ってみろよ。ほら、ねえねえねえ、私はどうなの。臭い。もう、また言っちゃって。やっぱりロマンスちゃんとか呼ばれるのかな。100歩譲ってアイドルとか女王様って言うんでもいいわよ。デイはね、ハイヒールだ。刑事ハイヒールか。ま、スケバンよりマシか。あ、ねえねえ、私は黒猫。何よ、まんまじゃない。それに黒猫よりルナの方が呼びやすいわよ。ここは美奈子ちゃんの世界なんだから言うこと聞いてあげましょう。それで、ちなみに私は何かしら。ガリ弁。刑事ガリ弁ね。わかったわ、私もっと勉強する。ああ、もうわかったわかった。さあ、みんな行こう。近寄るんじゃねえぞ。少しでも近寄ってみろ。この子の命じゃないからな。あれ、お助け。もっと泣け叫べ。お兄様、とても演技には見えませんわ。何を言う、夏美。宇宙をさまよう貴族のこの俺がこんな姿を喜んでやってると思うのか。我々が悪役をやってやらんと、他に誰もなり手がいないから仕方なくやっているんだぞ。あ、狙撃隊が狙ってますわ。おらおら、近寄るんじゃねって言ってんだろ。この M16 アサルトライフルの恐ろしさがまだわかんねえのか。どう見ても仕方なくやってるとは思えませんわね。散歩離れてましょう。ご苦労、ママさん。え、ああ、それ俺か。もう少し垢抜けたあだ名にしてほしかったな。で、どうだ状況は。ああ、完全に膠着状態ですな。そうか。ボス、今二人の親である魔界児さんがいらっしゃいました。よし、早速説得に当たってもらおう。あ、説得なら私にお任せください。ああ、聞こえるかしら。私は捜査一課の日の霊刑事を。みんなでハイヒールちゃんと呼んでください。ハイヒールちゃんはお羊座の AB 型で。やられた。ハイヒール、ハイヒール、大変だ。ハイヒールったらまたいつもみたいにボケかましてるから眉間を打ち抜かれちゃったよ。この犠牲は無駄にしないわ。説得は私に任せて。ああ、銀河星十郎さんに銀河夏美さん、あなたたちは人質を取って現職の刑事を押し殺してしまったわ。だからきっと捕まったら無期懲役か死刑になるわよ。観念なさい。まずいよ、まずいよ。そういうこと言ったら犯人が動揺してもっと罪を重ねちゃうよ。そんなことしたら死刑は確実ね。そういうことを話してるんじゃないのよ。だってちゃんと法律で決まってることですもの。しっかりあの二人に認識させてあげた方が親切だと思うわ。さあ、おとなしく逮捕されなさい。あら、あ、ガリ弁も死んじゃった。だから言ったのに。さあ、そこら辺のゴロゴロ転がっている死体を早く片付けて魔界獣さんに説得してもらおう。あ、はい。おい、二人ともよく聞け。今君たちのお母さんがここに来ている。お母さんは悲しんでるぞ。さあ、お母さん、一言言ってください。どうしたんです、お母さん。なんと、魔界獣はテレ屋で口数が少なかったか。どういう展開だよそれって。ああ、仕方ない。こうなったら特別隊を組織してあのビルに突撃しよう。え、誰がそんな危険なこと。あ、ちなみに私、ちょっと風邪気味で。私は撮ったはずのもう違う。俺、夕方からいるアニメの再放送のビデオをセットしてくんの忘れてた。さらばだ、また会おう。おお、おいおい。